ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。イエーイ。皆さん夏休み楽しんでますか。イエーイ。はい、ということで今日の企画は夏休みにね、ちょっとおしゃれをしたい人がいると思いますので、今日の企画はなんとネイルチップでございます。イエーイ。ジェルネイルとかはちょっとお金高くてハードルも高くて、でネイルとか塗ってる時にベチョってなっちゃったりするんですけど、そしてこれはなんか透明の爪に事前に色塗りをしてて、それにこちらの糊をしおりをつけてペタッと貼る簡単な、しかも100均のやつになっております。ネイルチップのいいところをいくつか紹介しましょう。まずですね、さっきも姫香が言ったように、普通のネイルとかこう塗ってるとビチョエアってなっちゃうけどあと取るの大変だったりとか、ちょっとお金かかったりとかあるんですけど、これは好きなようにアレンジしてできるし、あとはそのはみ出たとか、その変に汚れたりとかがないんでいいと思います。あと取りやすいですね。そう普通のネイルだったら除光液使ってばってやんなきゃいけなかったりとかするんで、ペロッて剥がしてもう一回糊塗ったらそれもう一回使えるんですよ。でもねジェルネイルは憧れるよね。うん、でも難しいんだよ。サピティさんまでってすっごい可愛い、うん、かわいい。かわいい。じゃあ早速つけていきましょう。はい、せーの、どうぞ。私つけ爪するの初めてなんですよね。ルカもいつも塗ってる。なんか私もそう塗るか、あとなんか本当にペラペラシールみたいなのしかやってない。ああ、シールね。うん、これなんですけどね、昨日は昨日アリアさんが作ってくれたみたいな。そうなんです。はい、理由は2人は不器用だから時間がかかるからだそうです。ゆめかたちも作りたかったんですけど。作りたかったよ、アリアさん。全然羨ましくなんかないもんねということでやっていきましょう。ツンデレ。じゃあ私はこのブルーとかグリーン系のやつを交互にやっていこうかな。おお、やっていこうかな。私はこのオレンジのちょっとお花とか、ちょっとこれちょっとピンボケしてるかもしれないな。ピンボケしてたらごめんなさい。まずこっちなんですけど、金、水色に金みたいな、なんか宇宙っぽいし、うんうん、ちょっと空っぽいし、海っぽいし、夏っぽい。でこれも海っぽいですね。塗っていきましょう。これ一本一本折っていくそうです。へし折っていきましょう。どっちにしよう。こっちの方がなんか大人っぽいよね、こっちとこっちだったら。じゃあ早速ちょっとのりつけていきます。爪じゃなくて本体に塗っていきます。こっちのりですね。少量です、とても。なんか私たちは自分なりに塗りやすい塗り方、乾かんこっちから糊を出して爪に乗っけて、はい、つけ爪に乗っけてこっちの細い方で伸ばしました。はい、つけてきます。つけたら10秒抑えます。10から15秒。なんかすごい爪が長い。こういうのでスマホ触った時の音好きなんですよ。あ、分かります。そう、スマホじゃないけど、なんかブロックチェック可愛くない、爪で。うん、わかる。でもさ、ブロックチェック書くのが大変じゃん。確かに、ブロックチェックで売ってればいいのに。よし、できました。じゃあちょっとどんどんやっていきますね。なんかちょっと爪、もともとの付け爪が細くできてるから爪を細く見せる効果もあります。じゃあちょっとそれぞれやっていきましょう。やっていきましょう。あ、くっついた。指同士がくっついた。ちょっとシャシャシャイなんかアリアさんさ、うん、見て。真ん中よりちょっとずれてついてるんだけど。マミショマミショ。ね、待って、どうしたのマジで。本当にやばいよ。やばやばいよ、やばいよ。わかちこわかちこ。こまれんちこまれんち。私がこういうネイルするなんて思わなかった。なんかこう可愛い系のお花とか私あんまつけたことないので新鮮ですね。いつもどうなのつけるの。え、いつも真っ黒。すごい長い爪なんですけど、が普通の文房具のハサミでカットできるらしいです。結構硬いんですけど、しっかりしてそうだけど、ちょっとガッてやっちゃっても折れなさそうなんですけど、文房具のハサミでなんとか
便利ですね、世の中って。待って、指ハートしたら可愛くなるよ。撮る後で。ついてるものの色とかが結構豪華なので、ちょっと飾りが少量のものを選んでいきたいと思います。テレビ反対じゃない？反対ですか？反対だね。笑い方、マジ。これは合ってますか？こういう感じ。丸い方が下。あ、そうなんですか。え、やばい、全部やらかしちゃった。どうしましょう。でもそれすぐ剥がせるけど。そう、爪まで剥がれちゃったら怖いです。なんか私なりのネイルの時のこだわりなんですけど、こうやって片っぽの手を青から先につけたじゃないですか。青から先だから、もう片方の手は緑からいつも始めてます。全部違うんですけど、金と銀で統一感を求めてます。はい、できました。こんな感じです。じゃあそれでは、ちょっと長いので長いところをちょっとカットしていきます。この中指なんですけど、結構派手めなやつ使っちゃったので、残りの2本はすごいなんかシンプルなやつで埋めていこうと思います。はい、私PT さんに爪を切ってもらいました。どうですか、可愛くないですか。文房具のハサミっていうのがいい。だって誰の家にもあるから。そうそうそう、なんかこういうネイル専用のハサミとかだったらさ、買わなきゃ大変だなってなるけど、高そうだし。あとはこのちょこっと長い爪とか飾りがついてる爪っていうのは私初めてなので。確かに。あ、でも全部に飾りつけなくてもさ、何本かだけ飾りつけても可愛いアクセントとしてポンポンポンって。あ、指と指くっついたらさ、糊と一緒に皮が剥がれそうだよね。聞いてない。ごめん、ありがとうございます。長いままだとめっちゃ作業しづらいので、ちょっとやってみたいと思います。お、自分でやっている。はい、何しようかな。何が？え、今の時間何しようかなって思って。一発ギャグ。負担が負担だ。寒いね。寒いね。できました。イエーイ、すごいね、かわいい。とにかくてかさ、難しいっていうよりなんか楽しいよね。こっちはハサミで切った方で、こっちは切ってない方です。うんうんうん、形がこっちの方が綺麗ですよね。私はピティさんに切ってもらいました。皆さんぜひやってみてはいかがですか。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。わ